すすはは、すすはは、今精神統一のために押し花はしよっとです。おはようございます。昨日の伊達も面白かったですね。やっぱよかった、一番良かったのがですね、金栗さんがですね、マラソンの前にですね、今精神統一のために押し花はしよっとですよ、思わず笑っちゃったですね。良かった良かった、良かった良かったみたいなですね。でもやっぱ三島由紀子、あの人もよく俳優さんね、武者俳優かな、もう男が見たっちゃ武者俳優かもんな。やっぱ痛快男児ですな。本当にですね、またあの人たちがよく体してらそうな。結構昨日サービスショットが多かったですたよな。もう皆さんお茶の間のおばあちゃんたちはどっかんどっかんみたいなですね。くだらんこと言ってる場合じゃねえな。まあ非常にですね、面白かったと思います。さあ、ではいつものお約束ですね。今日はなんちゃったっけ18日ぐらいかな、よくわかんねえや。よくわからないマラソンの父、金色の栗で金栗。さあ、いつものお約束、今日は3月18日月曜日、月曜日7時まで営業。いつものお約束、今日も元気に営業中。いやー、かしゃ、誰、本当に伊達面白かったですね。ところであんまり新章さんの師匠の話が出たじゃないですか。こう高座に上がってまず鼻をかんでお茶を飲むとか、あれいらんことは気のすんだもうちょっと若い2人の活躍場見てみたかったなって感じはしますけど、はい、それはともかくですね、非常に伊達も盛り上がっております。全国の皆さんですね、ぜひ熊本に観光に来てください。お待ちしております。